どうも皆さん、こんにちは。みずるです。ちょ、なんかこの佇まい、面白くない？現在この服装を気に入っております。昨日ですね、出した動画、非常に好評いただいてですね、いろいろ意見がね、たくさんあったんですが、今回はそんな意見をもとに、このゲーム、エルデンリングの最強武器っていうのを紹介したいと思います。まあ、昨日のはですね、あくまでは個人的にというところで、前置きをしたんですが、まあその中でもコメントでね、たくさん武器を教えてくださいということで、コメントバーっともらったんですね。100件ぐらいコメントくれたかな、だいぶもらったんですけど、全部ね、一通りバーって見させてもらって、なんと、もうね、圧倒的1位が君臨しておりました。いや、俺ちょっとね、それ強いなと思ってたんだけど、いや、エルデンリングのためはね、もうそれ一強でした。はい。ということで、今回は番外編挟みつつ、3つの最強武器トップ3ですね。まあ視聴者が選ぶというか、まあエルデンリングガチ勢が選ぶといったところなんでしょうかね。まあそんな感じで紹介していきたいと思います。まず1つ目、もう早速いきましょう。めちゃくちゃ意外だった俺。さ、まず1つ目ですね、持っております。いきます。ででん、こちらです。ちょっと頭邪魔だなこれ。これだったらまだ見える。これでございます。この形ね、見覚えがある方がたくさんいると思うんですが、なんと第3位と言っていいかな。3つ目に多かったコメントですね。こちら、猟犬の長牙でございます。現在、プラス9にしていて、大極拳というね、ジャンルなんですが、猟犬の剣技というものが非常にね、評価されていて、これめっちゃ強いと言われてました。あと、言うとこであれば、出血の状態以上が55蓄積ついてるというところも、結構評価ポイントなのかもしれないですね。で、攻撃強化も物理325に、まあ、補正がね、筋力と技量が C、B ずつついていて、結構申し分ないステータスを誇っているのかもしれません。プラス10にするともうちょっと乗るということで、まあ、現在のね、自分のそんなに技量を持ってない、38しか持ってない状態でも、391補正がついています。試しにね、技量めっちゃ上げてみます。はい、ミニセントの義手と、技量アップのやつ。で、10上げて、技量48ですね、にすると、431と、まあ、約40ぐらいアップかな。まあ、そこそこですよね。だから4ずつ上がってるというような感じかな。で、こちらの、ね、専用戦技、猟犬の剣技ということで、長牙を大きく切り上げながら回転して敵との距離を取る戦技。で、強攻撃で猟犬のステップからの追撃を行うっていうのは、これがね、結構強くて、まあ、実際にやってるとこお見せしてると思うんですが、このね、避けが完璧ながらに、しっかりとダメージを与えれるっていう、そのなんだ、回避と攻撃が同時にできてしまうっていう戦技。これがね、結構初心者的にも、まあ、普通に上級者的にも強いぞと言わしめておりました。まあ、ということでですね、まず一つ目はこちら、猟犬の長牙というところでございます。序盤に取れるのでね、結構ポイント高いんですよね。で、今回のね、猟犬の長牙の場所なんですが、導きの始まりから始まってですね、すぐ右下にある、主なき猟犬の風浪というところでゲットすることができます。こちらのボス撃破ですね。で、ここなんだけど、ちなみに、この上にある霧の森の廃墟というところでプライブと仲良くなるイベントがあるんですね。ここと、エレ教会、導きの始まりのすぐ上ですね。エレ教会を往復することで、プライブと仲良くなって共闘することもできます。で、プライブのイベントがね、後々ラニのイベント進行でプライブの装備も一式もらえるので、まあ、プライブね、かっこいいなと思った方は、ラニイベントもね、進めることによって、こういった装備もゲットできます。まあ、今回は省きますが、簡易紹介でございます。はい、こちらね、ちょっとよくわからない方もいると思うので、まずムービーをご覧ください。こちら、虫歯みのショーテルという武器なんですが、これを持った状態でですね、このように、寄付騎士の周り、NPC、モブですね、周りを歩いても特に何もね、起こらない。まあ、なんか火のダメージ入ってますよね。同時に火の滞在を使って、この虫歯みのショーテルの、戦技、死のフレアをまとった状態というところだと、まあ、NPC には何もないんですよ。NPC で、まあ、雑魚的相手ですね。で、これ、侵入時の映像なんですが、こちら、まとった状態、同じ状態ですね。で、こちらの、主の周りをまとって、まとわりついて走ってるだけ。なのに、やば。この状態になると何が起こってるか分かりますか？自分もちょっとネットで頑張って探してきて、何が強いのか全然分かんなくて、調べた上でちょっとね、やってみたんですけど、こんな簡単に死んでいいんかっていう威力を誇って、威力というかもう完全にやってしまってるような技ですよねこれ。まあ、現在結構これ怪人で流行ってるらしくて、
まあ、こういった技が使えてしまう武器と、まあ、これね今回2個目に来たんですが、結構コメント欄でね多くて、何が強いのか正直分かんなかったんですよ。自分も一回これ使ってみたことあるんですけど、ステータスがこんな感じで、極限の、まあ、ジャンルで死のフレアという戦技がねこれが強いらしいんですけど、まあ、攻撃力も普通だし性攻撃もついてる、まあ、普通のこうちょっとした属性剣鎌って感じなんですが、で能力構成もですねそんなに高い数値を誇っていないと、筋力 D、技能 C、進行 C、 ただ進行のね必要値が30といって結構なんだ持ち手を選ぶ武器なんですが、こちらのね戦技がですね、まあ、面白くて、はい、こちらね色をなくした太陽に使用時の炎をエアドス戦技と、死の状態異常効果を持つと書いてありますね。これね通常切らないとダメで、普通の敵にこれを切っても死んでしまうんですよ、死の状態異常が溜まる前に。でもさっきお見せした死の滞在をまといながらこの戦技を同時並行で使うことによって、なぜかまとわりついて約40前後のダメージを入れるだけで、なんか相手がね死属性の何蓄積で死んでいくんですよね。勝手に走ってるだけだよ周りを。そんなバカなことあっていいんかみたいな。やられた側は絶対何されたか分かってないですよねこれ。でですね、こちらのぶっ壊れ武器の入手方法なんですが、マップ右上あたり性別節減とかがある場所、巨人たちの山霊ですね、こちらの一番奥にあるサオル砦というところの日食境界というところから近場で取ることができます。ソウル砦まではですね、まずロルドの大昇降機登ってきてもらって、最初に行くザメルの廃墟というところから、この細道渡ってきてですね、ずーっと奥行って、祝福のこの光の方向にですね、まあ、ここからはぐるーっと回って登ってくるんですが、ここから降りて、ここまでという感じで来れます。で、砦の中の2つ目の祝福ですね、日食境界というところが近場となっております。ここかな、ここのね、アイテムから入手することができます。はい、続いてですね、まあ、今みたいなやつもぶっ壊れなんですが、それとちょっと似たようなやつですね。今だからエンチャントとかその状態異常系統ちょっとバグというか、まあ、システムの穴みたいなのがあってですね、それの、またもう一つ違うバージョンなんですが、これ結構知ってる人多いんじゃないかなと思います。まずですね、さっきと一緒、火の滞在を自分にまとうと、これ何なんだろうねどうやって見つけてくるんだろうねこういうの。そしてですね、武器はこちら、黄金の偏方を使えるツリーガードの盾ですね、黄金樹の大盾というものを使います。こちらですね、はい、こんな感じで、ちょっとやばくないこれ。この自分に属性以上をまとっている状態で、まあ、てかこの火の滞在をまとっている状態で使うと、黄金の偏方というね専用戦技が反応するんですよ。これ魔術とか祈祷がこの盾に当たると跳ね返りますよっていうスキルなんですけど、もう常にね燃えてるんで当たってます判定なんですよこれ。でしかもこれ威力めちゃめちゃ高いです。実際に試し撃ちしてみましょう。でこちらねやばいところがいくつかあって、まあ、今からちょっと紹介しようと思うんですが、まず通常ね火の滞在をつけてこのビームを撃つじゃない場合ね、魔法とかが飛んできて跳ね返す場合、FP 消費がちゃんと入るんですよ。でもね、左上を見てください。FP 消費ないんですよ、これ。無限使用できるっていう。まあ、地道に体力が削られていくんですけど、まあ、それを、何?大体に、一生ビーム打てるっていう。で、しかも、ホーミング付き、高低差無視。これやばくない?で、しかも、長距離射程っていう。しかも、無限連射。しかも、結構ね、早いんですよ。もうなんか、なんつうの?リボルバー打ってるって感じより、もう、ピストル?超高威力のピストルをタン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 みたいな感じ、まあ、こんなさノーリスクで撃てるんだったらめっちゃインターバルあってもいいと思うんですよ。弾丸盾みたいに。それがないっていうのがねもう異次元マジでバグ、まあ、こちらね番外編ということで紹介したので、まああのなんだメインではないんですが、まあ、バグ紹介がてらちょっとね番外編で差し込んだ感じなんですが、場所一応紹介しておきます。アルター街道のサンサロというところですね。こちら右分岐を右に進んでいって、このなんだでかい橋階段なんですけど、ここ登っていくとですね、まあ序盤積んだ人もいるであろうツリーガード2体君臨しておりまして、この2体をですね倒す、同時撃破することによって黄金樹の大盾ドロップすることができます。はい、そしてですね、いよいよ第1位というところで、まあこれね多すぎました。もう1位に持ってこざるを得ない。
虫歯みのショーテルと猟犬の長牙においてはですね、まあ、あのショーテルはちょ完全に、まあ、なんだバグというかチート級の技だったので、あれ2位に持ってきたんですけど、これはね純性能を元に強いと言われていた武器です。まあ予想ついてしまっていると思うんですが、こちらです。はい、この白く輝く刀身に、後ろの方にはですね、なんか宝石みたいなのがくっついているこの独特な剣、刀ですね。はい、月隠れでございます。こちら名刀月隠れ、これねマジぶっ壊れと言われてました。自分もねいつか使いたいっていうか、あの知力振りビルドに変えて遊んだりするときに使うので、もうプラス10なんです。珍しくいつも9に止めるんですけど、あのあれがないんで、模色のなんちゃらガンが、もうこれはね10にせざるを得ないと。でちなみになんだけど、こういうね屍やななんちゃらとかいうのも面白いのあるんですけど、これ補正乗ってないから使えないんですよ。それで言うと、まあ、ダントツでこれもうね群を抜いてる。確かにもう言われてみればこれがやばいということがねもうよくわかりました。でももちろんね試し切りしていくわけなんですが、まずねどれぐらい違うのかというところ見てほしくて、知力が38の、脳筋兼紹介でいろいろ武器を使いたいよっていう欲張りビルド、知力38の状態ですね。補正で言うと109の147しかついてない状態での一発戦技打ってみましょう。1132、十分だよね。これ消費 FP 見てもらえば分かる通り十分です。そしてこれ貫通ダメも入ります。はい、並べることによって、ちょっと今入んなかったな、十分すぎるダメージがね入るわけですね。はい、こちら5上がりました。43ですね。その時点で109の162、やはり魔力がねダントツに上がってるのがよく分かると思います。はい、じゃあその状態43振った状態で切ってみましょう。実際ダメージは縦撃1440、でかいですね。300近く上昇したと。でこれね縦撃とか横撃全部ねこの出が早いんですよ。なので当たることによって相手をダウンさせることもできるっていうのもめちゃめちゃ強い点かなと思います。はい、でねこちら、魔力99、間違えた、知力99振ってみました。筋力と技量は最低限なんですが、魔力重視の刀ということで知力99振ってみるとどれぐらい変わるかというところで、補正がこんな感じ。さっきですね43の時点で162だったので70近くねアップしているということで、まあ、これを大きいと捉えるかどうかなんですが、実際ダメージ見てみましょう。はい、1666。はい、実際にね、まあ、43と99と、まあ、いろいろ比較してみたわけですが、これだけ見て、まあ、どうなのかなと、まあ、実際99まで振る必要あるかというところは、まあ、人によって変わるかもしれませんが、魔法魔術を極めていく上で同時にね強化されていく刀というところにコスパを感じますよね。そして43の時点でもう1400近く出てしまうというのは結構異次元に近いんじゃないかなと思います。さあ得票数1位でした。今回エルデンリングにおけるまあ順当な最強武器、ぶっ壊れ、結構ぶっ壊れと名高い武器、月隠れですね、なんと序盤に入手できてしまうというところも、これもまたぶっ壊れな位置なんじゃないでしょうか。導きの始まりから始まってですね、ケイリットの方行ってもらいます。ずーっと進んでいって、ちょうどこの道で辿っていたところにある腐敗を望む炉台というのがあるんですけど、こちらの下から行けるですねゲール行動というボス倒すことによってゲットできます。これ自分ねレベル25とかの時に行ったんですけど結構強かった。ただね魔法使いだったってこともあって、だいぶやりやすかった やりやすかったんですけど、剣士とかだとちょっと硬いのでだいぶ苦戦は強いられるかもしれない。まあ、あのやっぱケイリットなんでね腐っても、まあ、序盤から行けはするんですけど、ボスを倒せるんかいどうなんだいっていうところでちょっとまあ難易度的には少し高いかもしれません。ただ一応初期から行けるような位置に位置してますというところで、今回月隠れご紹介いたしました。はい、ということでですね、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですねコメントをもとにぶっ壊れ武器ということで、紹介してみました。まあ、3つだとねちょっと半端なので4つ、まあ、4つも半端ですが、紹介してみました。まあメインが3つで、1つ番外編ということで、まあ、2つはねほぼバグなんですけど、これどうなんですか、これもまたコメントでちょっとね意見聞かせてほしいんですけど、これ使ってる人が侵入してきたらどう思う、まあ、意見持ってたら、コメント気軽に書いてください。自分はねちょっとねなかなかなんかアウトではないけど、ちょっとこうなんだ忍びないよね。はい、ということでまあ堂々の第1位は、月隠れというところで今回ね決めさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。今回は以上でございます。
それではね、また次回の方でお会いしましょう。水でした。バイ。